ミュージカルリトルショップオブホラーズ、オードリー役の日奈美風です。はい、再演が決まったこと本当に嬉しかったです。多分キャストスタッフ一同みんな多分同じ気持ちだったと思うんですけれども、やっぱりこの公演が始まって、去年ですね、公演が始まって、まだそのコロナっていうそのものがどういうものかわからない状態の中、まあ、今もまだ分かってはいないんですけれども、 もっとわからない状況の中、公演が中止になって、みんな本当に不安の中解散してそのままだったんです。それがみんなまたこう今日この撮影でみんな集まって、キャストスタッフ集まった時に本当に嬉しくて、でみんなこのコロナの自粛期間も耐えて、そんな中こう苦労も耐えて、その1年を越してやっとみんなが集まってのリトルショップオブホラーズ、また全然パワーが違うんだろうなって思います。みんななんか元気な顔が見れて今日嬉しかったですし、再演できることがもう何よりも嬉しくて、この衣装も、久々に着ることができて、あとなんか現場ではこの音楽とかもかかってたりするんですね。なんかそういう心配りとかも本当に嬉しいですし、とにかく嬉しいってことが言いたいんです。はい、久々に石井和孝さんに会える、そこかいと思うかもしれないですけれどもすごく楽しみなんですよ。カズさんにお会いできるっていうのがまず楽しみで、なんといっても私の恋人役なのでね、なかなか、ご覧になられた方はご存知かもしれませんが、なかなかあんな恋人を経験することってないと思うんです。そんな方とまたご一緒できる稽古期間本番含め、あんなミラクルな恋人とまたご一緒できるっていうのがまた楽しみですし、あと、本当に、カズさんはじめ、皆様と共演できるのがまた楽しみで、あと阿部豊さんは初めての共演なんですけれども、そこもまたどんな化学反応が起こるのか楽しみです。であとはこう今日この現場に来て久々にかけて思ったんですけど、 3D メガネ、そうなんです、この公演は 3D がなんとある公演なんですね。私自身もこうなかなかこのコロナ禍になって、いろんなところに出かけることがない中、 3D メガネを持つことも久々だったんですよ。この、時期に、なかなかどこにも行けない時期にこんな 3D も経験できて、いい音楽も聴ける作品ってないなって今改めて興奮しています。この興奮伝わってますか？本当に愉快なキャストはじめ、そして今日お会いできたスタッフはじめ、本当に面白くて心温まる皆さんが揃って作っている舞台っていうのはまずすごく今感じています。そして何よりも私は音楽、このリトルショップオブホラーズの音楽が大好きで、私はディズニーファンなんですけれども、アラン・メンケンさんの曲がふんだんに、もう入っております。やっぱりこのコロナ禍の中、私はやっぱ音楽によってこうすごく元気づけられたり助けられる機会が多かったので、それがまたこうミラクルなお話に乗せて素晴らしい音楽とともに、劇場で皆様に生演奏でお聴き、いただける、それが、すごく私も楽しみですし、ぜひ楽しみにしていてください。ミュージカルリトルショップオブホラーズ、再演できること本当に私も本当に嬉しいです。今撮影を終えて、心から再演できることを嬉しく思っております。今年の夏はですね、感染対策もしっかりして、私たちも劇場でお待ちしておりますので、ぜひ、心から楽しんでください。劇場でみんなで楽しく待ってます。